本作ですね、実は、このお二人の共演も話題なんですけれども、主題歌の方でもとても話題になっておりまして、うん、今日はある方々からメッセージが届いておりますので、皆さんにご覧いただきたいと思います。では、はい、皆さんスクリーンにご注目ください。吉高さん、横浜さん、三木監督、そして皆さん、公開おめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さんの素晴らしい映画に参加できてすごく嬉しいです。韓国よりヒットをお祈りします。吉高さん、映画とても素敵なストーリーですね。感動しました。僕たちの教訓、Your Eyes Tell はいかがでしたか。そして横浜さん、僕も最近ボクシングを始めたんですが、横浜さんのアクションすごかったですね。すごかったです。どのくらい練習してたんですか。映画で繰り出していたパンチをぜひ今度教えてくださいね。教えてください。以上、ビンテンでした。すごい、ありがとうございます。おー、よー、すげー、ね、超嬉しい。嬉しいですね。世界1位の、ビルボードナンバーワンアーティストからねメッセージが、ね、すごいです。そうです。改めて本作の主題歌を書き下ろしてくださって、ビルボードナンバーワンも獲得しました世界的アーティスト BTS の皆さんにお祝いのメッセージいただきました。はい、まあ、主題歌 Your Eyes Tell ですけれども、97カ国以上でなんと第1位を獲得する大ヒットを記録しております。ねえ、今本当に大興奮で見ていただきましたけれども、嬉しいですね、これね。嬉しいですね、です、本当に、うん、吉田さんって言われて横浜さんって言われててね、三木監督、うん、いやでも、はい、ね、日本うまいよね。うまいです ね。昨日韓国のプサン映画祭のリモートで参加させていただいたんですけど、グーってね、韓国語ベーって喋れたらなと思って、直接伝わる嬉しさって全然違うだろうなと思って、ね、ストーリーの方にもね、素敵なストーリーでしたっておっしゃってましたけど、はい、ジョングクさんから横浜さんにどれぐらいトレーニングしたんですか、はい、っていう質問も来てましたね。はい、はい、1ヶ月間ぐらいかけてトレーニングしました。いつでも教えますちょっと僕でよければジョングクさんとのボクシング対決見たいね。これ、あ、やりたいですねはい、ボクシングを始めたっていうのをお聞きしたんです。スパーリングとかぜひちょっとスパーリングしましょう。この君の目をきっかけにね、はい、そういう交流があってもいいですよ ね。というわけで BTS の皆さんからお祝いコメントいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。